はい、どうもこんにちは。セチュミュージックギタリスト音楽ライターの関口です。本日はですね、ドリームシアターの記念すべきファーストアルバム When Dream and Day Unite の解説をしていきます。限りなく美しいヘビネス、 80s のラストシーンを飾る衝撃のニューグループドリームシアター登場ということで、これはですね、当時日本版の帯に書かれたキャッチコピーなんですけど、彼らにもね、こういう時代があったという非常に味わい深い一文ですね。この作品はですね、今まさにドリームシアターというバンドが産声を上げて、プログレッシブロックシーン、そしてヘビーメタルシーンに名を連ねた瞬間が切り取られているんですが、ファンの方からするとですね、このアルバムご存知の通り、ボーカルは今とは違いハイトーン系のメタルボーカル、プロダクションも理想とは程遠く、各パートの音もチープで課題だらけ。この自作イメージズ&ワーズがヒットして、ようやく釣られるように注目しだすという、まあファーストにして極めて異質な作品で、主要なアルバムを一通り聴いてようやく手を出して、まあ CD を一旦棚に戻すっていうね、まあそういう扱われ方をするアルバムです。まあ、もちろんね、いいところもいっぱいあって、完全なオリジナルメンバーで収録された唯一のアルバムである点、当時から変わらない影響元の音楽に対する高いリスペクト、すでに卓越しまくってる演奏力、そして良曲な楽曲たちと、この後に訪れる伝説を知ってるからこそ安心して受け入れられる、そんな作品ですね。本日はですね、このアルバムが出るまで、そして出た時どうだったのかという当時の空気に焦点を当ててですね、お話ししていこうと思います。ちなみにこのアルバムが出た時、僕はですね、あと数日で1歳という月齢でした。日本で言えば昭和と平成にある激動の時期なので、まあ、そんな気持ちでね、見ていただければと思います。このチャンネルではドリームシアターを中心にプログレッシブロック、プログレッシブメタル、そしてたまに J-POP なんかも扱って情報を発信しています。よければですね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。はい、まずはですね、ドリームシアター結成前の1985年まで時間を遡ります。アメリカの名門音楽学校バークリー音楽大学で、ギタリストジョン・ペトルシ、ドラマーマイク・ポートノイ、ベーシストジョン・マイ・ヤングがバンドを組むことになるわけですね。彼らはですね、このバークリー音楽院という、まあ本当にね、ジャズとかクラシックのものすごく優秀なプレイヤーが集まっているところで、メタリカやラッシュなどを演奏していたんですが、特にですね、ラッシュ、もうね、ラッシュ好き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 って言われて、もう好き好きラッシュですよ何言ってんだ。まあ、ラッシュが大好きな彼らだったんですが、その中でラッシュのバスティルデイという曲がありまして、この曲の雰囲気が厳かであることを理由にですね、威厳という意味を持つマジェスティというバンド名で活動することとなります。この3人はバークリー音楽院に在籍していたんですが、そこにですね、ペトルーシュとマイヤングの高校時代の旧友であったキーボーディストのケビン・ムーア、そしてオーディションによりクリス・コリンズというボーカルが入りまして、そこでザ・マジェスティという、まあ、5人組のバンドが正式に結成されるわけですね。彼らはそこからニューヨーク周辺でライブを重ねて、ザ・マジェスティ・デモズという、まあ、6曲入りのデモテープを発表します。これはですね、たった1000本程度しか生産されなかったんですが、この1000本がですね、メタル系のメディアやフェイス・ウォーニングのジム・マテオスというギタリストの手にも渡ったことで、このマジェスティっていう新人バンドやばくねってことで、まあ、一目置かれるような存在になります。え、ちょっと待って、1000本ってことは今はもうその曲たちって聞くことできないのと不安になったそこのあなた、安心してください。オフィシャルブートレグ Lost Not Forgotten Archives にて、 The Majesty Demos 1985から1986という作品がリリースされています。このアルバムの17曲目から23曲目に収録された曲たちが、1000本しか生産されなかった当時のデモ音源ですね。今すぐチェックしましょう、この動画見終わったらね。はい、1986年の11月にボーカルとしての技量不足やメンバーを貶めたりするようなライブパフォーマンス、そこが目立ったクリス・コリンズが解雇されまして、プロとしてね、経験のあるボーカルを迎え入れようということでオーディションを開催。新たにですね、チャーリー・ドミニシが加入します。とはいえ、このチャーリーの加入はですね、かなり破天荒なエピソードがあって、きっかけはね、チャーリーがマジェスティのバンド募集、そして音源を聞いて感銘したところから始まるんですね。ボーカルの条件には、オーディションに自分の PA システムを持ってこられる人というのがあったんですが、チャーリーはですね、その条件を満たしていないにもかかわらず、バイト中のジョン・マイ・ヤングの元へ押しかけて、その場で歌を披露、猛アピールをしたそうなんですよね。その光景を想像するだけで苦笑なんですが、そうしてね、オーディション参加にこぎつけたチャーリーは、当日盛大に音を外すという散々な出来で、でもですね、即興の歌唱とか、まあ、明るい性格が考慮されて、正式メンバーに選ばれるというね、まあ、歌よりはコミュ力お化けですよ。そして新生マジェスティはですね、さらにライブをこなしていき、デビューにありつくわけなんですが、デビューにありついたこの段階で、すでにラスベガスの方にですね、別にマジェスティというバンドが存在したんですね。そうなるともうこの名前は使えないということになってしまって、別のバンド名を考えなくてはいけなくなりました。候補はいっぱいありまして、有名なところで言うとグラッサーっていう名前だったり、メイガスっていう名前が候補にあったと言われています。
その中でドラマーのマイク・ポートノイの父親であるハワード・ポートノイ氏がバンド名俺なりに考えたんだけどさ、ほら近所にドリームシアターっていう映画館あるじゃないか、あれなんかどうだっていうような提案をしたんですね。まあ、バンドとしても早いところ名前を決めないと、まあ、デビューに向けてね、まあ、時間も残されていなかったので、このハワード氏のね案を受け入れてドリームシアターというバンド名に決定します。そしてメタル系レーベルの MCA を親会社に持つメカニックレコードと契約を結んでファーストアルバム制作に向けて動き出すんですけども、先ほども言ったようにですね、彼ら全然時間がなかったんですよ。基本的にこのアルバムっていうのはザ・マジェスティ時代の楽曲をドリームシアターとしてブラッシュアップしたものと、新規でいくつか作曲していったものが収録されるわけなんですが、新人バンドで曲のストックとかアイディアもあまりない状態で、レコーディングも込みで3週間くらいしか時間がなくて、まあ、そのせいでねプロダクションとの兼ね合いもうまくいかず、各メンバーの音もチープにまとまってしまいます。マジェスティの頃の周囲の好意的な評判に反して、このファーストアルバムというのはですね、期待していたような注目を浴びれないんですね。割と鳴り物入りで出たにもかかわらずセールスが上がらなかったので、契約先のねメカニックレコードから、オタク契約どうするみたいな、早速ね契約解消宣言みたいなことまで言われてしまうわけです。その契約ではですね、国外も含め大々的なライブツアーも行えるはずだったんですが、本当にね小さなホールとかライブハウスをいくつか回るようなものしかできなかったらしいです。国外ツアーのみならず MV 制作も約束されていたはずなのに、そのバックアップも行ってもらえなかったようなので、言ってしまえばね契約詐欺にもなり得る事態ですよ。はい、そんな中ボーカルのチャーリー・ドミニチにも限界が訪れて、バンドはですねボーカルを変えたい、チャーリーもドリームシアターを辞めたいと、まあ、双方で意見が一致していました。チャーリーはですね実はメンバーの中で一番の年長で、それもねポートノイより16も年上で、しかもメンバーより早くプロキャリアをスタートさせたという関係で、バンド内で尊大な態度を取ることも少なくなかったんですよね。歌唱力だけでなく、そうした性格面もメンバーから良しと思われなかった要因につながります。そして方向性の違いといえば聞こえはいいですが、事実上の解雇によりここでチャーリーが脱退することとなります。ちなみにチャーリー最大の功績なんですが、こちらドリームシアターにおいてはおなじみのマジェスティシンボルと呼ばれるアイコン、何を隠そうこれは彼の発案によるものなんです。このアイコンはギリシャ文字のファイ、ミュー、ラムダを大文字で一つにまとめたもので、そのデザインはですねスコットランドの女王メアリー・シュアートの紋章にインスパイアされているのはご存知でしょうか。左右対称で完璧なドリームシアターを体現したかのようなシンボルなんですが、実はこれよく見るとドミニシになってるんですよね。やってんな。はい、チャーリーが脱退した後バンドはですねいよいよメカニックレコードから離れたいという意向を示します。先ほども言ったように契約内容は守らない、自分たちを守ってくれない態度に当然不満があったんですよね。レーベル側からしても CD が全然売れなかったので、もう半分見放している状態なわけですよ。ですが契約解消を申し出てきたドリームシアターに対し、なぜかねレーベル側はそれを拒否します。そして最終的にはですね When Dream and Day Unite の売り上げと権利をバンドが手放さないとやめさせないよという、まあ、もはや反社会組織的なまあ黒い部分まで出してきました。本当に最悪ですよねこれ。結局バンドはですねレーベルの言われるがまま When Dream and Day Unite の売り上げそして権利を引き渡し、このレーベルを去ることとなります。まあ、余談なんですがドリームシアターはですね2008年に The Greatest Hit という、まあ、ベスト的なコンピレーションアルバムを発表してるんですが、When Dream and Day Unite の曲が収録されていないのは、まあ、そういった理由になります。はい、続きましてこの When Dream and Day Unite 楽曲を振り返りながら、当時のドリームシアターの音楽性はどうだったのか、インタビューも交えてお話ししていこうと思います。プロダクションや音のチープさ、チャーリーのボーカルのミスマッチな感じなど荒い部分も多々ある本作なんですが、しかしですね楽曲自体はマジェスティの前評判にたがわず、めちゃめちゃクオリティが高いものばっかりになってます。作曲センスも凄まじいし、1曲目のフォーチュインライズのインパクト、イッツイージャムというプログレインスト曲のすでに完璧な楽曲構成だったり、アフターライフという、まあ、これはね歌詞をチャーリーが担当したものになるんですが、いまだねライブの定番曲になっているナンバーもあります。まあ、ラストのオンリーはマターオブタイムという楽曲なんですが、この曲もですね、まあ、ラッシュのナチュラルサイエンスをはじめ、まあ、そうしたね影響元から輸入された初期のドリームシアターらしいポップな楽曲に仕上がっています。
ちなみにですね、ホエンドリーム&デイユナイトというアルバムのタイトルはこのオンリーアマターオブタイムの歌詞から引用されています。今のドリームシアターとはだいぶ音楽性が違ってくるんですが、その後のですね、イメージズ&ワーズ、アウェイクなどと比べてもかなりスラッシュメタルからのサウンドが強く現れています。他にはですね、フォーチュインライズのソロにおけるスイープアルペジオやザ・キリングハンドのイントロにおけるクラシカルなギター、さらにですね、アフターライフのユニゾンソロに至るまでネオクラシカルメタルの様式も随所に感じられて、これはですね、中期以降のドリームシアターには見られないアプローチですね。当時のペトルーシのインタビューがあるのでご紹介します。これはですね、ドリームシアターのサウンドはラッシュを彷彿とさせるが影響は大きいかという質問の回答ですね。大きいよ、依然として大きい。彼らは偉大なバンドだと思うよ。僕たちにとっては絶大なインスピレーションになったバンドと言える。でも個人的にはラッシュとドリームシアターのサウンドが似てるとは思わない。もちろんギタリストとしてはアレックス・ライフソンの影響を多分に受けていることは認めるけど、僕のギタープレイの方がずっとヘビーだと思うんだ。こう語ると同時にドリームシアターがですね、70年代のピンク・フロイド、イエス、ELP といったプログレロックのムーブメントとどう関連性があるか問われた際には、ヘビーメタルとの関係も合わせて以下のように話しています。ドリームシアターの音楽を説明するために2つの異なる集団がある。第一の集団は本格的にヘビーな音楽をやってるバンド、例えばメタリカなんかがこれに属している。第二の集団はノーリミットライティングのバンドで構成されている。イエス、ピンクフロイド、ラッシュ、ジェネス、マリリオンを含むグループ群。ドリームシアターはその2つの世界を連絡する存在だと思うんだ。インストゥルメンタルを重視したプログレッシブな楽曲でありながら、もっとヘビーなエッジを聴かせてくる。両者をうまく融合しているんだ。ドレックスのヘビーメタル版とか、ラッシュミーツメタリカ、イエスとアンスラックスの融合みたいだと言われるのはそのためだよ。どちらかというとドリームシアターの音楽っていうのはメタルサウンドがその骨格を形作ってるんですよね。メタリカやアイアンメイデン、パンテラ、アンスラックスといったようなバンド。ただここで言ってるノーリミットライティングという言葉を借りて、それらのサウンドに音楽性をとらわれない、もっと自由な考え方をしていいんだっていうことをですね、プログレッシブロックから学んでいるとペトルーシは述べています。はい、この作品に評価を下すというのはある意味でとても難しいことなんです。何より発売したその時、多くの人の目に留まらなかったことがそれを難しくしている一番の要因です。僕は思うんですが、バンド名をドリームシアターに改名したばかりだったというのも一因だと思います。1992年にイメージズ&ワーズが商業的な成功を収めたことにより、そこでようやくこのアルバムも各音楽メディアや批評家たちにより分析される機会を得ました。アメリカの音楽データベースサイト、オールミュージック、当時はオールミュージックガイドという名前でしたが、そこのね、ロバート・テイラーはですね、バンドのプログレッシブメタルという新ジャンルに着目し、その音楽性がクイーンズ・ライクから明らかな影響を受けていると指摘。ペトルーシとポートのような名指し、有能なミュージシャンではあるが個々のスタイルがまだ洗練されていないと定義しました。彼はですね、標準以下の歌、メタルクリシェ、まあ察するに先のトピックでお話ししたネオクラシカル的なアプローチのことだと思うんですが、まあそれが多すぎる、またプロダクションが貧弱といったおおよそみんなが感じていた箇所を批判しましたが、最終的にはですね、このジャンルのファンにとって十分な価値があり興味深い演奏があると付け加えました。カナダのジャーナリストマーティン・ポポフはもっと積極的に、最初はプログレッシブロックだと思ったが非常に重くて爆発的だと、まあ好意的にレビューしています。一方でプロデューサーのテリー・デイトの名前を出して、キーボードとドラムの音がガタガタで薄い作品だと部分的に批判しています。そしてホエンドリーム&デイユナイトはバンド史上唯一ビルボード200でチャートインできなかった作品として今後も名を残していきます。最後によく言われるのが、このホエンドリーム&デイユナイト、今のメンバーで改めて再録してほしいという、まあファンの中ではたびたび議論されるテーマですよね。まあ、早い話が当時と今とではですね、全然メンバーが違うし、今のプロダクション、技量、ラブレーのボーカルで再録してほしいという、まあ、このファンの要望はですね、2000年頃から顕著だったと思うんですが、結論それに関してはですね、2004年のトレイン・オブ・ソートツアーの時に、まあ、ニューヨークで行われたホエンドリーム&デイ・ユナイトの15周年ギグ、そしてそれを収録したオフィシャルブートレグのホエンドリーム&デイ・リユナイトに全て集約されています。この時のメンバーはですね、ペトルーシ、ポートノイ、マイ・ヤング、ラブリエ、そしてジョーダン・ルーデスということで、まあ言ってしまえばね、セルフカバーするならというイフを叶えるベストメンバーですよね。ドリームシアターはですね、このライブとブートレグでこの作品に対する一つの答えを提示しているので、まあ、今後ね、今のマンジーニ体制でこのアルバムが再録されることはないと、まあ、ドリームシアターと全然無関係な僕が断言しておきます。再現ライブくらいはもしかしたらあるかもしれないですけどね。はい、ということで本日の動画は以上となります。
まあ、ボーカルがラブレーじゃないというだけでも、まあ、とっつきにくいのに、音も悪いとなると、まあ、ファーストにしてなかなか上級向けの作品かなとも思うんですが、曲の本質的な部分をじっくり聞いてみると、まあ、非常に名曲揃いな本作なので、ぜひね、この動画をきっかけに改めてチェックしてみると新たな発見があるかもしれません。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。またですね、 Twitter、Instagram、ブログもやっています。そちらも概要欄からチェックしてみてください。本日はご視聴ありがとうございました。